はい、皆さんお疲れ様です。今日はね、先日いくつかやってきたんですけど、バックでね、左合わせについてちょっとやっていきたいと思います。左のね、直線バックで左合わせでまっすぐミラー見てね、練習するといいよって話をしたんですけど、それともう一個ね、重力注射につながるようにね、ちょっとね、頭こう重力注射と同じ状況で振ってね、どういう風にして合わせてみたらいいのか、そんな感じでちょっとね撮影していきたいと思います。はい、じゃあね、左合わせ前回ね、動画で言いましたけど、左合わせ練習してみたらいいですよって話しましたけど、左の直線バック、左の線合わせと、ちょっと重列に役立つようなね、外側から何て言ってるのかな、持ってきて線合わせにするような感じで、ね、やっていきたいと思います。今どうだろう、少し空いてるのかちょっと見えるかな。はい、じゃあこれで寄せていきます。寄せていきます。こういう感じで左のミラー見ながら寄せていくちょっとで、もうこれでグーッと起こしちゃう。でね、こういう微調整やっていくと、左バックもそうですけど、あとはまあ左寄せとかそういうのね、重列駐車とか役に立っていきますので、線乗りすぎちゃったら逆に少し我慢して線を逃がすような感じ、こんな感じかな。ちょっと行き過ぎちゃったね。はい、もう一回前に出してちょっとまっすぐ下がってみましょうね。後ろ多分ね、重力駐車スペースないだろうから、ある程度まで行ったらこういう感じで全身で引っ張っちゃって線通りに合わせる、大体あったかな。はい、どうしてもね、重力駐車こうした時にちょっと重力駐車をイメージしてたり、ちょっとね、前後に目標物がないからね、ざっくりにはなっちゃいますけど、車を過ぎてから、であとはまあ道路なんか止めるときは左側必ず何かガードレールなり何なりあるからね、あんまりこうちょっと試しにこういう感じでお尻を押し込んじゃうと、今お尻出てますね、ガードレール骨折、これでもう当たってますから多分ね、あれ以上だとガードレール当たっちゃうんで、そこまでスペースがないと思うんで、よいしょ、このお尻の振り幅も見越してね、こういう感じで下がっていくんでしょう。先にちょっと起こし気味でね、先にべったり線につけちゃうんじゃなくって、でしょ、これで起きて
すぐになるかな。いいえ、こしょ。よいしょ。こういう感じで、例えばこう、多分斜めになると思うんです。でも線越えてないからぶつからないわけじゃないですか。これで分かったでしょ。これで越えたらどうしたらいいか。そうしたら、もう一回左へ切って右へ折り込んでいく。線に合わせて右に折り込んじゃう。で、少し我慢して、まっすぐぐらいになったなと思ったら戻す。で、これで起こしていく。線に合わせるのもあれですけど、左側にね、大概障害物があるから、障害物に当てないように、ね、こういうコントロールをやっていくと、縦列駐車したとき。で、例えばこれぐらいで終わるじゃないですか。線通りじゃないでしょ。そうしたら、どっちにしても、前引っ張んなきゃいけないから、少し引っ張ってやって、まっすぐにして。これも縦列、直線バックのとき話しました。こういう感じで、ね、こうやって合わせて。こういう感じですかね。でやってやれば線路に合うような感じになっていきますね。よいしょ。ちょっとアクセスですね。よいしょ。こういう感じで線に対して、まあ右バックね、右の直線バックもそうです。こういう練習をちょっとしてみるとね、縦列駐車つながっていくんで、一発でこう入れるような感じじゃなくてね、多少前後さして必要であれば、例えばこういうふうに線路で、ね、またいで余裕があればまたいで引っ張ると。こういうのも 線にだけ合わせるんであればね、左側にこういう何もないところだとこれで合わせられる。今ちょっと今乗ってますが、これじゃあ線合わせていきましょうか。線が右側なんで、よいしょ、ちょっと頭を右に折り込んだ状態で少し溜めて、よいしょ、戻しながら少し溜めていきます。見ながらこれはね、台車の長さによってハンドル切るスピードが違うんで、台車に応じたスピードでやってくださいね。例えば変な話、40フィートと20フィートで全然違いますからね、解除コードもね。よいしょ、こんな感じ。比較的こういう長い台車はこういう調整楽ですよね。よいしょ。で、あとはこういう感じでいきます。左側ミラー意識してね、ミラーで線を合わせる。で、もちろん下のミラーと上のミラーもやればと思いますので、ね。今こことここに線があるんだけど、左側は線がないからね、ちょっと縦列っぽく入れてみましょうか、ね。今踏んだ線、ちょうど踏んだ線とその前に線があるので、これじゃちょっと感覚の時期かな、まあ、この間にね、これのもう一歩前に線があるので、その間にちょっと縦列して入れるようなイメージで入れていきましょう。車体として考えて、今ねここでカットがあるので、車体として見なして、かわして、よいしょ、今ミラで見えてきましたね。そこの角っこかわすような感じでしょ。で、縦列で入れていきます。なるべく引っ張る。で、左押し込んだような状態、押し込んで、右側に線があるんで、ちょっと右側の線に見せようかな。で、これでずっと我慢して、よいしょ、押す、前と後ろの線の間にこういう感じで入れましたね。縦列駐車の形。これがだんだんね、スペースシビアになってきますから、調整してやるようにしてますよ。はい、じゃあね、今4トン車とトレーラー、これ止まってますから、ちょっとこの間に入れてみましょうかね。結構シビアです。でもちょっとこの間入れてきますね。今乗車が来なくなって、まあ、外に出せばいいんです。ちょっと広いんで、こういう感じ。しっかり引っ張って、今の4等車の角をね、目印にして、押し込んでいきます。こういう感じ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はは、これ、重いからよいしょって言ってんじゃなくて、癖なんで。で、こうやって、左が気をつけてくださいね。これ肩出てますからね。肩出てから気をつける。よいしょ。首から取ってこんでいく。よいしょ。渋谷だから行くかな。よいしょ。これで行けるはずなんだよな。
この時に、コツとしては、右のミラーを見てね、後ろのトレーラーのね、外側の位置をね、見てやるといいかもしれない。ちょっときついかな。はい。ギリギリぴったり行けない。これはちょっと、バックカメラの恩恵を受けます。解除コンテナでね、こう、ツーンって当てちゃうんですけどね、それじゃよくないんでね。これで、よいしょ、これで起こしてく、起こしてく、起こしてく、起こしてく。後ろはちょっとカーブ。タイトでしたけど、まあまあ入れようと思えばこういうところも入るよということでね、ギリギリですけど結構シビアだったね。よいしょ、まあどんな感じで入ったかちょっと今外撮ってみましょうね。よいしょ、やった。まあ、ちょっとバックカメラの恩恵受けちゃってるんでね、本来だったらね後ろギリギリであれなんですけどね、まあこういう感じでねやろうと思えば入るよと。よいしょ、よっと、こんな感じかな。車体まっすぐじゃねえな。まあでもね、こういうシビアなところに入れるとちょっと微妙かな。まあ微調整切ってるんで、何もあんたこんなところ入れなくていいだろうみたいな感じなんですけど、まあ場合によってはそういうこと出てきますから、こういうこともできるよってことでね、参考までにでしょ。よっしょ、よっと、よいしょ。コツンしちゃうとね、コンテナそうでもないの、俺のアホの方が傷になっちゃダメなんで、なるかな。これでまっすぐにすればまっすぐになるかな。よいしょ、よいしょ。場所によっちゃこういうとこありますからね、どうしても止めるとこなくてとかね、まだあるんで、まあ、ちょっと余興でね、狭いところ調整しながら今やってみてます。よいしょ、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 よいしょ。これで当てたら怒られちゃうな。よっしゃ、感じで、入れてみました。こういう感じ、こういう感じかな。まあこれぐらいの寸法でもね、入れようと思えば入れられますのでね、応用すれば効きますので、やっぱりよそ様の車なんて一緒に行ってないから前もこんな感じ。はい、まあそんな感じでね、左側ミラー合わせの直線バック、それからあと左側のちょっと線合わせで、最後ちょっとね塗りくりですけど重列駐車やってみました。まあ左側のね、角のコントロールとそういうものができればね、ちょっと救急なところ入れましたけど、入れようと思えば自分の車体プラスちょうどちょっとね余裕があればね入れられなくはないですね。トレーラーの場合は頭が折れるって特性もありますから、そこをうまく利用してやるとね、ちょっと 見た目きついかなと思うところでもなんとかどうしても入れなきゃいけない時はなんとか入りますので、まあそんなこともぶつけないようにねやってみてください。まあ駐車あんなような感じでね、ある程度まで入れて前後して調整すれば入りますからね。うん、まあ、決まるときはピタッと一発で決まるんですけど、まあ、一発で無理くり決めないでね、多少前後して調整してぶつけないのがないのよりですから、ぶつけなければあれぐらいのスペースになんとか入ります。自分の車体プラスそうですね、1メーター2メーターぐらい、あればなんとかなるかな。うん、まあギリギリになっちゃいますけどね。まあこの車はね、バックカメラついてからバックカメラ使いましたけど、もしバックカメラついてない車でああいうような状況になった時はね、シチュエーションになった時は降りて見に行く、もうちょっと下がれるかなとか、あとは窓をしっかり顔出してね、この車とそれこそこの間やった CG 力を使ってね、よく見て見ればなんとか入れられますんでね、まあ、無理はしないでくださいね。ちょっと危ねえな、いけねえなと思ったら諦めることも大切なんで、無理せずやってみてください。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあ
仕事上ね、どうしてもね、お客さんのところなんか行ってちょっと外で待っててようなことだと縦列駐車ねしなきゃいけないとき結構シチュエーションありますからね、右バック左バックマスターした後にね、左ミラーで寄せるの練習してああいう感じで入れること出てくるんでやってみてください。はい、じゃあこの後運転される方安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様です。